すごく好きな人来ません。仮に嘘だったら人を信用できなくなりそうです。はい、嘘です。単にそのなんかこの人と何々したいよねっていう多分性欲の問題なんだと思うんですよね。西村ゆかさんっていう素人の人に比べると僕の方が多分ね正答率高いと思うんですよね。仲良くしている弱者男性とお付き合いするか、現れるかもしれないすごく好きな人を待つか。44歳なんですが、こんな質問すいません。すごく好きな人来ません。もう44年間生きてきて分かったと思うんですけど、来ません、来ませんでした。なのでもう来ません。なので今仲良くしている弱者男性と付き合った方が人生にとってプラスなんじゃないかなと思います。26歳男です。アプリで知り合った女の子と5回目のデート目前で葬式を理由にドタキャンされ、その後未読が続き1週間経った後に中学生と LINE が来ました。その後俺も力になりたいから何でも言ってよと LINE を最後に約1ヶ月未読虫が続いています。49日経っても返信来なければ諦めた方がいいそうですか。はい、諦めた方がいいです。以上です。親の死が嘘なのか本当なのか分からず、仮に嘘だったら人を信用できなくなりそうです。はい、嘘です。まずアプリで知り合った人となんかうまくいくと思ってるのがどうなのかなっていう、まあ、そんなもんですよ。人を信用できなくなるっていう問題ではなく、アプリで知り合うような異性は信用できないという話です。要するにその普通に人間として出会って人間関係を作るのであれば、それは人って嘘つかないよねってあるんですけど、そのアプリでしかも26歳男で付き合うとしたら、まあそれなり20代の女性だと思うんですけど、20代の女性は基本的にもアプリとかに登録すると、まあものすごい量の爆長なわけですよ。でそうするとなんか良さそうなやつを選んで捨てて、良さそうなやつを捨ててっていうのをやるんですけど、そういう人に当たってしまいます。なのでそのアプリで出会うような人間にはろくな人間がいません。なのでアプリで出会った人間を見て人とはとか女とはとかって言い出すのは、それはこうなんか港区女子だけを見て人間ってひどいよねって言い出すみたいな、なのでろくな人間がいないようなやっぱこう集まってるところを見てなんかこういう人たちってひどいよみたいなのを言うっていうのは、ちょっとなんか全体としてこう評価するのは違うと思うので、なので基本的にアプリには僕のやつがいねえと思って、まあ、アプリで彼女を探すってやめた方がいいです。はい。基本的にはなんか、イケメンであるとか、年収が高いとかっていう人が、出会い系アプリでひたすら女の子を食い散らかし結婚しない。で、女の子に関しては、高値望みでいろんなところにホイホイホイデートするんだけど、自分の理想の相手には出会えないっていうのがぐるぐる回ってるっていうのが出会い系アプリなので、だって普通の人が出会い系アプリでまともな人と出会えて結婚できるっていうその幻想を持つのはどうかと思うんですよね。はい。なのでさっき年収1000万の人とかであれば出会い系アプリでうまくいくっていう可能性あるかもしれないですけど、基本的にはスペックで人間を見るような人たちの集まりの場所にまともなやつはいるわけないよねっていう。なんだろうな。人間を年収とイケメンかどうかと、まあ、年齢で判断する奴らが、うぞうむぞういるわけじゃないですか。そうするともう年収とイケメンかどうかを、例えば Google ですとかの仕事だとか、っていうのだけで判断してるわけで、人間の中身で判断をしない人たちが集まってるわけですよ。でも基本的には人間付き合いというのは、まあ、いい奴か悪い奴かっていうので、人間関係を作っていくので、なのでなんか人間の中身を見ないで、そういう外面のスペックだけで評価をする人たちの集まりに入ったとしても、やっぱいい人には出会えないし、時間の無駄だと思うんですよね。まあ、少なくともお金もかかるし。なので、スペックのいい人だと、アプリで、10人付き合うみたいなのができちゃうんですよね。要するに、中身じゃなくて、そのスペックで寄ってくるので、なので、何人とも、ま、なんか5股、6股、7股とかやったとしても、中身は見えないので、簡単に釣れるっていう、そんな話でさえ。的な感じですけど、私は19歳男です。人を好きになるとその人のことをずっと考えてしまうので時間の無駄に感じます。また私はバイセクシャルなので同性異性ともに好きになってしまいます。同性恋愛関係に発展しないので人を好きになるの時間の無駄に感じます。人を好きになるメリットありますか。また人のことを好きにならない方からも仕事中です。ビチクサさんの問題は人を好きになることではなく、好きになった後にその見返りがないことに不満を感じるという考え方の問題だと思います。例えばアイドルファンとかって、そのアイドルがめちゃめちゃ好きで、ずっとグッズ買ってたとしても、見返りがないことに関して、特に問題を感じないんですよね。で、多分道草さんは、相手が好きになって、その相手が自分のことを好きになってくれないことに対して、時間の無駄であるというふうに感じてしまうんですよ。だからね、所詮ね、その程度の好きなんですよ。まあ、例えばじゃあ
このサコチャンネルさん、ビーズ好き。いくらビーズ好きでビーズの CD 買っても、ビーズはサコチャンネルさんの名前なんか覚えるわけないし、知りもしないし、別にこう、そのビーズのなんか稲葉さんとか知るときに、あ、サコチャンネルさん僕のこと好きだったなんて全くなりません。存在感ゼロです。でも多分ビーズ好きな人はそれでいいんですよ。ビーズが好きでビーズが作品を作ってくれて、でそのビーズの作品聞いて、あ、いい曲だなって思うだけで十分だよねって話で、なのでその見返りが欲しいという考え方自体が間違いだと思うんですよ。なので多分その見返りがなくても好きだよねっていう相手が多分今のところいないのか、多分その単にそのなんか好き、その無償の愛というより、なんかこの人と何々したいよねっていう多分性欲の問題なんだと思うんですよね。キャバクラに無償の愛はないんですよ。キャバクラに行くやつは基本的にみんなエロいことをキャバ嬢としたいと思って行ってるので、なんでそのなんかお酒とかいっぱいおろしたりとか、なんかこうシャンパンとかおろしたりするのは、あれはそのキャバ嬢とワンチャンなんかないかなっていう、こう下心のためなんですよ。なので、その道くんさんの好きというのはあくまでただの下心なんですよ。なのでその、下心だから報われないよね。時間の無駄だったよね。お金の無駄だったよね。っていうので、損した感があるっていうのであれば、またそれはその、好きという感情が自分の中で、その下心、性欲とか欲望とかっていう部分しかないので、なのでなんか相手が幸せになってくれれば別にそれでいいよねっていう、そういうなんか達観した無償の愛的なものっていうのが身につくようになった方が、結果としては逆にその人に好かれるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりその、なんか見返りを求めてない人の方ってなんとなく分かったりするので、あ、この人いい人だよねっていうので、それなりにこう人は寄ってきたりするので、なのでその見返りを求めないという癖を早めにつけた方が好かれるんじゃないかな。まあその好き嫌いは別にして、例えばなんかその人ん家に行った時になんかちょっと片付けをするとか、別になんか片付けをしてる俺を見てくれてこいついいやつだと思ってもらいたいなとかではなく、多分なんとなくやったりするんですよ。ここ汚れてるからとか、なんかこうゴミが散らってるの嫌がだからとか。でもなんか多分そういうのをこうチラッと見てる人とかで、あ、この人って気使える人だな、みたいなので、割といい人だよねって思われたりするとかあったりするので、なのでなんかその、見返りは置いといて、なんかこういうことをしたら相手の人は喜んでくれるよねとか、こういう環境の方がお互い快適に暮らせるよねみたいなところをこう作るっていう癖をつけると、結果として好かれるようになるんじゃないかなと思うんですけど。自分が好きになるより相手に好かれた方が人生楽ですよ。いや、自分が好きな人にしか好きになれなくて、こう自分が好きな人は思うんだけど、こう寄ってくる人は自分はそんなに好きじゃないから、興味が持てないっていうタイプの人がいるんですけど、そのタイプはね、人生相当きついっすよ。要するにその、自分のこと好きな人であれば、ある程度許容されるんですよ。でも自分が好きで追う人は相手は自分のこと好きじゃないからね。だからどこかのタイミングで自分のことを好きな人と一緒にいた方が楽だよねって気づくんですけど、まあ、若いうちは一目惚れとかするからね、はい。気になる女性が自発的で自信や自尊心が小さい人なんですが、どのようなアプローチしていけばいいですか。ネオナナゲームをしたり作業通話したりなど結構仲良しなので、過去版社のコミット話も少し聞いてるんですが、まだ一斉やる気がします。時間をかけて信頼構築するがないと思うんですが、どうぞ受け止めお願いします。いや、僕なんかね、この人が会話をリアルで会ってしてないんじゃないかって気がしたんですよね。なんかそのスカイプとか LINE とかなんかゲームのオンラインチャットとかの話をしてるんじゃないかっていう印象を持ったんですけど、今この文章を読んでもそれ書いてないんだけど、なんでそう思ったんだろう。なんかね、横で話をしてない気がするんですよ。あ、そっか、だから多分それなりの年の人だと思うんですけど、それなりの年の人が、いや、同じ夜に一緒にゲームしてたりとか、二人っきりでゲームしてたりしたら、多分もうそういう関係になっちゃうんですよ。ってことは、多分、その、同じ空間にいない、二人っきりでいないということで、一線歩きが、ということな気がするので、なので、まず会え。いや、要は、オンラインで話をする。仲いいよね。話できるよね。なので、じゃあ飲もうぜ、つって飲んで、で、その後、じゃあ一緒にゲームしようぜっていうので、一緒にゲームしてっていうので、そしたら多分何の問題もないと思うんですよね。そう、だから、ね、これね、なんとなくそんな気がするんですよ。この人会ってないな、なんかリアルでっていう感じが、文面からなんか伝わってきたんですよ。
あ、これ僕の勘違いかもしれないですけど、いや、多分ね、そのスパチャ読みしすぎ問題なんだと思うんですけど、西村ゆかさんっていう、漫画を出してる作家さんと、なんか、その、質問が来て、で、それに対して回答するっていうのを、アイラでやり始めたんですけど、で、その、質問に書いてある文章を見て、その人がどういう状況かという予想をするという、そこの解像度が、やっぱね、なんかその、西村ゆかさんっていう素人の人に比べると、僕の方が多分ね、正答率高いと思うんですよね。要するにその、書いてる言葉とかに、そのなんか、苦言を言われますって書いてるときに、その人はなぜ助言という言葉ではなく、苦言という言葉を選んだのかっていうので、その相手に対して悪意があるよねっていうところを読むとか、っていう感じでなんかその、短い文章の中でこの人がこの単語を選んだとか、こういう状況になってるっていうのはきっとこうでやるっていう、そこのね、なんかね、の能力というか癖が結構あって、はい、すいません、はい、すいません、はい、はい、はい、すいません、はい、すいません、はい。もうね、もちろん僕が間違ってる可能性あるんですけど、はい、はい、はい、すいません。いや、だからなんかその、要は、ね、単語の選び方によって、人ってその自分の思惑とか状況とかっていうのが、漏れ出てしまうんですよ。だその、ありがたくアドバイスをいただきましたという表現と、そのなんかという言われ方をしますみたいなのって全然意味が違うんですよ。でも、状況は一緒なんですよ。誰かが自分に対して言ったっていうのを、その、助言として受け止めてるのか、なんか、そう、苦言とかなんかこう、文句を言われてるとかっていうコメントされましたっていうのがで、その、なぜその単語を選んだのかっていうので、その人の、その相手に対する気持ちがそこに表現されるんですよ。っていう感じの、そのね、その交渉人の人も多分そうだと思うんですけど、その、この単語を選んだのかとか、あとその、じゃあ質問を書くときの文章構成とかで、なぜ最初に自分の年齢を書くのかとかっていうので、やっぱりその理由があるんですよ。だから男性ってね、あんまり自分の年齢書かないんですよ。なんか質問するときに。でも女性ってね、自分の年齢書く率めちゃくちゃ高いんですよ。で、なぜ自分の年齢を書くのかっていうので、で、大体年齢書く人って、妙齢で独身なんですよ。要するにその、女性の場合って、その30行くと、友達は結婚していて子供が生まれ始めるみたいなところで自分は独身であるみたいなのが年齢を書くことで分かるんですよ。でも男性って別に20代結婚してるやつもいるし、30代結婚してるやつもいるし、40代結婚するやつもいるし、別に俺違うしっていうのでどうでもいいなんですけど、女性はその周りの状況に合わせて周りはこうであるにもかかわらず独身の私みたいな、そのなんかっていうのを書いてる人って、その、周りはこうだから自分もそこに入りたいっていう、そこなんか自分の欲望を割とあるがゆえにその年齢を書いちゃうんだと思うんですよね。本来であれば、私は家庭を持って子供いる年齢であるにもかかわらず、独身の私34歳っていうのが、その34歳仕事が楽しみでやっていますみたいなのを、その34歳仕事が楽しみでやっていますなんだけど、でもそこの34をつけることによって、それは他の人は家庭を持ってやってる、そこを私はその幸せを選ばずに仕事を選んだという意味で書いてるよね、みたいな、全然これ憶測で間違いの可能性もあるんですけど、っていう感じのをこうでね、こう勝手にこう読んでこうミスリードしてる可能性もあるんですけど、そんな感じのやってたりします。はい、興味がある人は読んでみてください。はい、はい、皆さんチャンネル登録お済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。